どうも皆さんこんにちは、こんまいこるです。今日ですね、ゴッド S の告知が来てるんで、それについて話していくんですが、ちょっとその前にですね、現在10月10日ということでね、本日パズドラバスに入ってらっしゃる方は10月10日ダンジョンに挑戦できます。まだ今から加入してもね、10月10日ダンジョン確か解放されるはずなので、ぜひ入ってほしいんですが、皆さん10日ダンジョン絶対やりましょう。1000円課金する必要があるんで、まあ普通に課金だと思ってください。もうただですね、今回のパズパスマジで入る価値が高くて、まずこちらモンスターポイント100万ね、1000円払って100万モンスターポイントと20メダル10枚、これもうまいですね普通に。そして最後これです、サイリンの調整ボス確定ガチャがもらえます。これがマジで破格で、普通に確定ガチャ買うと3600円の白蓮光選挙クーバーシェン、そして全長画がもらえます。特に全長画に関してはかなり強いんで、ぜひとも皆さんね、10月10日ね、本日だと7時間ぐらいありますので、パズパズ入れる1000円払える人はね、ぜひやってください。それではまずこのガチャを引いてからね、本編ゴッド S 情報の告知について話していこうと思います。ということで、全長画引いて、僕全長が1点狙いですね、全長が引いてやっていきましょ う。どうも皆さんこんにちは、こんばんゆうころです。今回なんですけども、こちらなんとですね、村子が村子しております。はい、なので今日は村子情報を見ていこうと思います。ということで実際にチェックしていきましょう。まずはこちら、魔法石国ゴッドS開催です。期間がめっちゃ短くて、なんだこれ、10月12日から10月14日までとなっております。はい、なんかあれですね、めちゃくちゃさ、期間がたったの2日しかないから違和感すごいありますけども、ルカミツキ、カノクロネがパワーアップ&シンクロ覚醒解放が可能になる、ついでにゴッドエースも開催されるっぽいです。解放条件となるミツキ、フーなどのモンスターもパワーアップするという感じですね。またミツキ、ルカ、カノ、フー、クロネに関してはモンスターポイントショップやパズドラバトルのダンジョントレーナートレジャーでゲットすることが可能になりますという感じになっております。はい、ちょっと見ていきましょうか。はい、まずカノクロネ、ルカミツキもちろんピックアップされてて、ノーチラス、デイト、ウルトナ、ガチャドラ、ノバ、ゴーテン、白蓮光、選挙、クーバーシェント、全長がサレーネ、ペラルナ、セシリア、ラビリレって感じです。でエルフリー、アワリン、ワルリン、ゼルクラ、アークベル、ザ・スティード、オルトス、メタトロン、シアード、アテン、紙結び、コットン、マンハ、オクトレ、ビートロイドです。あ、でもあれですね、着火にゼルクレアとアークベルザはいるし、まあスティードもいるので普通に美味しそうなゴッドエスあるが、まあ魔法石12個だっけのゴッドエスがこの前あって、まあ、あのガチャは結構美味しいゴッドエスだったんで、まあそれを超えてまで引くメリットっていうのはほぼないかなと思いますし、今開催中の呪術廻戦コラボとか、あとはですね、これから開催されるデジモンハロウィンとかですね、今宝石温存するのを推奨します。まあこれは引く必要は全くないですね、あくまで強化するためのおまけのゴッドエスって感じなんで。で期間限定の特別ダンジョンが登場ということで、ルカミツキとかですね、間違えた、ミツキ、ルカ、カノ、フロネ、フー、クロネですね、ここら辺のキャラが1体ドロップする1回きりのダンジョンが配布されます。あとは、モンスター公開イベントでイベントメダルがゲットできます。でモンスターポイントショップに新モンスター登場で、ミツキ、ルカ、カノ、フー、クロネがなんと30万ずつでゲットできます。あ、ジョージなんですか、ってことは結構強いんか、ワンチャン、まあまあ強化もらえるとか。あとパズドラバトルでミツキ、ルカ、カノ、フー、クロネがそれぞれゲットできるトレジャーが来ますという感じです。それでは能力調整見ていきましょう。まあルカミツキとかは発表された通りでしょう、スキビオンでね、30ターン変身で、バインド封印回復努力を打つ無効感プラス10強5つで L 字プラス持ちと、スキルも上限120億の7番数6回で3色陣が3ターンなんで、まあ、本当に発表された通りですね、まあ、使うかどうかは別として、強化されるのはすごいいいことなんで、まあ、強化は入りますという感じです。まあ、賞味うん、まあ L 字増えてスキル強くなったって感じなんでね、まあ使うか使わないかで言うと使わないっすよね。うん、だって普通に考えてほしいんですけど、五条先生が一撃450億出せるっつってんのに、わざわざ240億しか出せないこのキャラをつかめるとって、76マスを作れることぐらいで、ほんで五条がまあ54マスでも軽く出していけるのに対して、こっち76パズルする必要もあって、欠損の可能性、無効感組めない可能性とかもあるので、まあ正直五条先生がもう今いる環境なんで、わざわざルカミツキ使う必要性っていうのはあんまりなさそうですけどね。まあただガチガチのテンプル組めたらそれなりには強そう。シンクロにはミツキとルカが必要になります。おい、ふざけんなマジで。そういうことが、ルカのシルクハット発表された通りですね、水列が増えます。はい、で、こっちのぬいぐるみもね、発表された通り回復ドル強が増えます。これもねスキブプラスになっていて、ミツキも回復ドル強が増えます。もうこれ事前に話しているのでそれだけですね。
はい、デルカ、カノクロネに関しても、シンクロが入りまして、こちらバインド封印回復ドロケ4つ指10強6個持ちになります。はい、シングルは全パラですね。ちなみに条件はカノクロネ風すべてレベル120スキル上最大ということで、ちょっとだるいですね。うん、まあね、回復ドロケ4つの10強 6つ持ちで、これはまあ面白いですよね。回復ドロケ6個にな、回復ドロケ4つになるので、まあ、結構カノクロネ風の弱点ではあった、回復ドロップ回復力の問題ですね、まあ、まあ少しは改善されるかなという感じです。まあ上限80億解放の3属性持ちなんで、まあ2ターンスキルとなればまだ全然マシなんでね。まあ何より多色も十分強いんでね。まあちょっと新強調で適性落ちましたけど、とかまあ十分強いので、全パラ 2.6 倍半減になるところも踏まえるとリーダースキル的にも悪くないしね。スキルも覚醒もかなり強くもらえるのはいいですね。全パラも増えます。はい、でカノブキが、2ウェイ増えて、こっちもね回復ドロキを増えたりとかですね。でクロノのカツオはねスキルブースト2個増えるんで、これ地味でかいっすよね。普通に強いとは思う。で、クロネのぬいぐるみも回復ドロキオが増えてくれて、風の羽飾りはなんと超一が増えます。これも周回性能かなり上がるので、まあ結構武器強いなという感じ。この風も回復ドロキオが増えます。さあこっからですね、既存キャラの、三月とかそこら辺が強化入ります。早速性能見ていきましょう。まずは三月から、回復ドロキオ4つ、比率3つ、10強4つ、封印自動回復プラスバインド回復プラスバインド耐性プラス持ちです。はい、スキルは6解除し、木、光、毒を回復に変化、消せない場合の覚醒無効全回復が5ターンです。まあ、無難なスキルですね。本当に無難なスキルです。はい、リーダースキルはまあいいか。回復努力を4つ持ちの、まあまあ回復努力を6個持ちにできるので、まあスキルも0もしくは2って感じ。まあまあでも使わないですね。別にモンスターポイントで販売とかパズドラトレジャーでゲットとかある視点で、そんな強くはならないならと思ってましたけど、実際そんな強くはないですね。最近のサブアタックに比べると微妙ですが、まあまあでも一応ね、回復努力を6個持ちで使えたりとかするので、まあ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 、場合によっては編成難易度低め編成とかで使える可能性はあるかもねぐらいです。で、これ全く一緒でしょ、どうせ。うん、そうですね、もう全く一緒。まあ、悪い言い方をしたら手抜きですけど、いい言い方をすると昔ながらのパズドラって感じなんでね。うん。ルカに関しても回復努力を6個になったりとか、スキブ2個にできたりとか、無効感で軽く出したりとかできます。はい。でカノも、はい、それの木属性バージョンです。全く一緒。風もそれの光属性バージョンで、最後クロネもそれの闇属性バージョンって感じです。悪い言い方をすれば手抜きですね。はい、なんで全部全く性能一緒なんで、回復ドロキオ6個とかでね、まあ烈気を各属性対応した烈気を持ってて回復漏れるぐらいの感じです。まあ、あと変換の色がちょっとね変わってるぐらいですかね。はい、という感じでした。まあでも普通に編成難易度低めとかだったらワンチャン使えるかもぐらいの感じですけど、まあちょっと強化もらえるぐらいの感じでしたね。はい、まあ、という感じが、カノクロネとかそこら辺の強化になっております。はい、モンスター能力調整もね入りますので、まあぜひね皆さんこちらチェックしておいてください。まあゴッドエースに関しては引く必要ないですので、まあ一応開催されるぐらいの感じで思っといてもらえればいいかなと思います。まあまたちょっと今日ね、多分この後ハロウィンイベントの性能解説とかも来ると思うんで、それもね発表され次第動画撮っていこうと思いますので、まあ一旦今回この辺りで動画終わりになります。ぜひよろしければチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。